戦に備え切り札となる八潮織の建造が進んでいた。英雄たちは資材を集めては小田原城へと運び込んでいたが、そこへ陽馬軍を引き資材奪還に名乗りを上げたのは加工頓と宮本武蔵、源義経。3人は孫悟空が陣を構える小牧長久手へと向かって願わくば誰よりも強き者との戦いを。そう願う2人は戦界の将ナタ、三国に敵なしと謳われた呂布をも苦しめた男。叶うならば立ち会ってみたい。この戦に彼は現れるだろうか。ものの味方が襲われているのはここだな。それほど激しい戦いにはなっていないようだ。なんだ、ちょっと拍子抜けだぜ。今日何を言っている。今の俺たち八潮織建造のための資材を奪還すること、そのためにだけどよ、こっからは見えねえだけですげえ強敵が待ってるかもしれない。お前というやつは行くぞ。この先に茨城童子が囚われているらしい。おそらくそこに八潮織の資材もある。急いで救出に向かうぞ。茨城童子の他にも襲われてるやつがいる。みんなまとめて俺たちで助けようぜ。君、感謝の言葉もない。これより俺に進み力となりましょう。やるな、大したもんだぜ。ビールでしてるぜ、まったく。俺もいつか抜かれちまうかもしれねえな。今少し粘るのだ。貴様らどこから現れた。おう、よくやってくれた。頼もしいことよ。素晴らしい金庫活躍。おう、いいところに来てくれた。虫けらが残っていたとは。どうせ勝つだ。叩き潰せ。もう言うぞ。これで敵も慌てましょう。さすがに良い働きをする。お前のいない戦場など考えられん。いかん、このままでは。人間どもを根絶やしにしろ。見事な武芸だ。親しき者が活躍すると俺の心も躍る。生かしておいてやる。関様はこの水地様に討たれるのだ。茨城童子、無事かよ。助けていただきありがとうございます。八潮織の資材はここにはありません。孫悟空が中央砦で破壊しようとしています。厄介な。急いで資材を奪還しに行くぞ。どうやってこいつを破壊すっかな。しれねえな。やるじゃないか。これで終わりじゃねえけどな。よし、時を急いぞ。よっ、素晴らしいキックを勝ってやる。さすがに良い働きをする。お前のいない戦場など考えられんな。どこだナタ、姿を笑わせ。なんだ増援か。お前らの火星に来たとは思えない。奴が来る前に片付けるぞ。やったぜ。あれや助っ人にお出まし願うか。おい、助けてくれナタ。みんな手に負えねえ奴らが来てんだ。いいよ僕。強い奴と戦えるなら僕が出る。おっとやべえ。やるじゃねえのよ。惜しかったぜ。やれ。あれはナタってやつか。聞けばあの呂布をも倒したゴーのものとか。おい、あんた、一つ頼まれてくれ。奴との勝負に立ち会えとでも言う気か。俺たちには今なすべきことがあろう。いや、かの者の武芸、俺もこの刃で確かめたい。大義によって奴を打ち払わねば先へ進むんか。おいナタ、俺と戦え。どうして君たち人間は僕に挑むの？何度も何度も勝てるわけないんだ。逃げ出そうとする弱い自分を切るためだ。そうできなきゃ道は極められねえ。お前には分からないのか。敵に対して胸の高鳴りが。胸の高鳴り、僕にはよく分からないけど。貴様には大事なものが欠けているらしい。哀れなやつだ。挑戦、仲間、協力。負けたけど何かがちょっと引っかかってる。手強い相手だったな。だが噂に聞くほどではなかったな。ああ、でも油断はできねえ。次に会う時はきっともっと強くなってるぜ。うん、俺もそう思う。次に相まみえる日が楽しみ。ほな勝利のない回してもらいます。着せずしてナタとの戦いがかなったな。勝つことはできたがあの強さ、強さへの執念、あれは本物だ。次に会ったらもっと強くなってるかもな。なんだおじけづくような柄でもあるまい。おじけづいてなんかねえ。まったく容赦透滅。これを取らいこなせるって思って。